先ほど途中で、撮影時間が、制限きましたので、まあ、続きなんですけども、とにかく結論として、まあ、スポーツ業界ももういいじゃないですか。アジアカップもいいでしょ。もうこれはもう国連で決めましょう。国際司法裁判所へ。もうスポーツ司法裁判所レベルだったらその上があるから、もう国際司法裁判所へ決めたらいい。で、だからそこは最初、なんでコンピューター攻撃してくるの、右目。マウタの二重じゃないから、眼球で、そうそう、大山莉子とかにもそれ言ったから、で、大山莉子は結局、結婚が、ね、引き延ばしになってしまったのは、多分、大山莉子の結婚も偽装結婚だと思う。で、途中一回僕が、あまり大山莉子がお金にこだわったりとかしてたから、もう一回めちゃめちゃ怒って、もうそんなに金がええんやったら、証券会社の役員とでも誰とでも結婚したらええやないかって一回言って、で、それでああなったみたいで、それは僕に非があるんじゃない、間違いなく。本当に。お金に走りすぎ。本当に本当に。多くの人間が、もう男性にしても女性にしても。もうあんまりええことない。だから、もう言った社会の形式。今、大山莉子一人を責めてるんじゃなくて、正社員全員。あと役員。派遣切りとか行ってきて、自分たちの高い給料を確保できてるんだから。もうそれ認めよう。そこで認めなかった、男らしくない男で言うと。女もう、ねえ、もう男女平等で行くんやったら、ねえ、もう男性めちゃめちゃ叱っていいんだから、ねえ、男性が男性めちゃめちゃ叱って、ねえ、ある程度職場でそれは必要なことなんだから。それある程度必要、絶対に。現場引き締まらなくなるから。本当に。めちゃくちゃなるから、本当に。だから女性に対しても絶対叱っていい。老人であれ、子供であれ。それもしょうがない。ただもうこっちの方は、これはもう正当防衛の時しか無理だと思う。僕みたいにね、急に職場に全然知らん奴が来て、腹殴ってきたりとかね、もう水落ち思いっきり、もう一発でもう身動き取れない、本当に。もう、いいことを戻しそうな感覚。もうめっちゃきつい。で、脇腹に。骨の間にこう指入れてきて、そう持ち上げと、あれ、ものすごい快適ないと無理やから。痛い、もうめちゃめちゃ痛い。もう いろんなことがある。で、喧嘩打ってくるやつとか、で、すぐ逃げようとするやつとか、で、人数、大人数で来る人間とか、もう2対1でも本当は不利だし、1対1だったらもうこっち、今年47。無理だ、もう無理だから、本当に。こんなひどい目に遭ってる人間。よくもまあそんな大人数でかっこ悪いって、ちゃんとテレビで放送してたらええんかな、できようところ。生中継でずーっと。その方が早いでしょ、警察官の人も。早いと思いません？生中継でテレビモニア、モニター、あれも警察署に置いといて、ずーっと僕が襲ってた時、撮影しといたらええんですよ。で、それも生放送。顔とかしか抑えれるから。で、ちゃんと精神病院にするんじゃなくて、慰謝料を淡井圭介に払うと。もうそれ何回もさせたら、そのうちしなくなってくるから、多分それ、どう考えても一番効率いいの。みんなの税金のことも考えて。あと、もうやっぱり精神病院の精神の精査されなくなる薬、あれはもう絶対やりすぎ。エネルギーの残存量もないから、これもうみんなもう絶対意識持ってください。本当に。精神の精査されなくなる薬、絶対エネルギーの残存量もないと直結してる。で、多分、第二次世界大戦の前からでしょう。で、結局、いや、だから移民政策は1880年か90年代からでしょう。だから、その辺のところで人減らしがすでにもう100年以上前から始まっていた。で、その頃にできた悪臭の法律が、その後もまかり通ってる。だからその法改正を絶対しなきゃならない。で、その法律があるからといって、精神の精査されなくなる薬飲ませていいんじゃダメ、いいんじゃないですよ。人権があるから。人権とか他の法律あるから。本当に。やりすぎ、本当に。で、その辺のところはみんな協力してくれなきゃ困るし、対応何もない。テレビ局、ただふざけた番組放送していた。これだけ。で、中井のなんとかっていう番組で、今度歯の磨き方で1時間の番組。で、1時間ほどの時間。
で、見分け方がどうこう言ってるのが元アナウンサーでしょ、あの人間、白衣着た人間。その前に、男性老人の白衣着た人間捕まえなあかんでしょ、テレビで嘘ばっかり言ってるから。コーヒー飲んだら、最初の方コーヒー飲んだら認知症が治るみたいなこと言ってる。でその後コーヒーの実演販売みたいな放送してるね。無理じゃない、こんな世の中。だからそれでお金を渡した時点でダメだったんですよ。お金渡さないようにしないと、制作者とかで全員。ほら無駄だからしなくなるから。もうやりすぎ、本当に。あの歯医者のなんかね、しっかり磨けてないだろなんだろうって言って、あのピンク色の色に変色するあの液体、あれも本当はいらない。みんなはあのは虫歯になってる人は仕事行ったりとかして昼ご飯食べた後とかに歯磨きしなくなったから、それ一番の原因は。もう大体あの3食食べて、食べ終わった後、ちゃんと、歯磨き粉をつけて歯磨いていたらまず虫歯にはならない、全員。それ絶対それで、今でもそうですけども、また春山整骨院に、誰が身勝手に人来てた。でさっきインターネットにね、今動画アップロード中なんですけども、さっき曇ってたでしょ、時刻あんまり変わってないでしょ。まあ1時間ぐらい撮影しましたけども、さっきどんよりだったでしょ、途中経過で。もうこれね、さっきのもうちょっとしっかり撮影しましょうか。もうさっきの撮影してた時どんよりだったでしょ、一瞬。わからんやつらいつまでもわからん。あの世のこととかは認めない人間で、自分たちの方が間違ってたことを認めない人間、いつまでってもこの領域にたどり着けない。まあ人為的にね、サッカーは本当もう最初から開かなかったらいいじゃない、アジアカップってしんどいだけやんって。被災地行ってこいよ日本代表、なんやねんお前ら。被災地って瓦礫の撤去、木材ほとんどやん。いえ手伝ったれよ、そこ体力あったらできるやん、重機使わなかっても。もう呆れるわ、呼びかけたのに。ラグビーとかも結局そうなんやろ、行けよ被災地。何しとんねん本当に、勝たせへんよそんなもん、ワールドカップで。今まで淡井圭介に試合担当させて苦しい思いさせといて、大変な思いさせといて、いざとなったら全然協力せえへん、で被災地行ったら金は払えへん、違うよ金も払ってもらうよ、当たり前やんなもん。スポーツ業界がいかにわがままだったか、それはっきりさせなあかん。そっちの方が先や。あ、ごめん、そっちが先って言ったら、なんかそれを利用して、なんかいろいろ、こっちの結婚問題とかずっと先延ばしで逃げ切りを図ろうとしそう。本当に。もう世の中大体そういうこと。他、同じ、他の業界も同じ、スポーツ選手全員、卓球だろうがバドミントンだろうが陸上だろうが全員同じ、結局お前らオリンピック行こうとしてるんだろ、パリオリンピック、エネルギーの残存量までこれだけ大変だって言ってんのに、行け被災地。行かへんのやったら、行かんかった人間、ボランティア活動せんかった人間、1回戦で負けたらええ、アジアカップでそうなんだったらもうそれで交際しようさえましょう、通したらええ。本当はこんな大災害時の時スポーツなんか止めるものや、当たり前やろ子供かなあ、大人になってまでスポーツすればするほど根性もまるで悪くなっとるやん、アナウンサーも。僕はこういう口調でもの言わせてもらわなかったらもう無理やから、こういうのが。
で、今ちょっと考えてたのは、だからまあ、佳子さまとかとも話し合いはしなきゃならないし、その、全員結婚話した人間の件の、その、リスト、書類、一筆書いて、各自、淡井圭介に直接手渡し渡すこと。昔あったでしょ、淡井圭介に書いた手紙とか、なんかこの辺の人間が預かって、預かっていたっていう件あったやろ、あったやろ、淡井圭介が20歳ぐらいの頃。あの当事者の首謀者とか、全員どこ行ったん、関係者。恋文。僕の方には全然届いてなかった。わからへん、そんなもん。それはそれで一つの証拠になる。で、それを見た人間はどう動いたか。それを見せることによって、どう人を操ろうとしてたかっていうのを、全部世間の明るみにせなあかん。あ、やばいって聞こえてきたやつ。そいつ嫉妬。精神病院の医者だったやつで、やめさせられると。当たり前やん、そんなもん。中島。だろ？中島やろ？だと思う。わからん。もう正直わからん。こんだけの世の中もう、名前自体がむちゃくちゃだったらもうわからへんよ。こんなもん。わかるわけないよ。そんなもん。警察官が先だと長田って名乗っとんやぞ。ドイツ人物が。わかるわけないやないか。もう、竹縄って言う人も、それは偽名の可能性、十二分にある。店長しとった人間。山口隆に関しては山口隆だと思う。運転免許証もそうだったから。そこは偽名じゃないと思うけど、僕に、アリの第一タウンハイツで住んでるところ偽りの住所を書かせた。そいつに言われて書かされと。書けって言われて。そいつが店長。で、そいつが警察官になったりとか、制服着てアリマケス署に座ってた。で、あとは、関西の読売テレビで従業員として働いとった。もともと警察官で、警察官が嘘を書かせたっていうことになるの。順序どうなん、山口隆。もうそいつに敬語使って危ないわ。もう他も同じや。まあ、ちょっとお腹鳴ったけども、さっき一瞬、音、ボリューム拡大して、それがね、人間の喋ってる声に聞こえているのは、それは、神がかり的な力の世界で、それあるんです。もう毎日、ほとんど、しょっちゅう、それ経験させられてる。で、プロ野球選手とかで、その手の話、やっぱり説明しなきゃなんないから、みんな、その世界を結構経験するんです。で、その手の話をしてる、会議場で、本当に言ってるとか、そういうふうに、まあ、元世界の本塁打王の大貞治さんとか、まあ、そういう人たちいっぱいいますよ。まあ、その辺のところを話すぐらいの根性を持っとかなあかん。怖がりすぎなんでも。なれ、本当に。ただ、怖すぎる世界もあるんで、死刑判決、呪い。今よりも長い髪の毛の長さで、今ぐらいかな、これぐらいかな、このぐらいの髪の毛でもう全部髪の毛逆立った状態。何もつけてないよ。もう背中の方からゾワ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 って何か上がってきてる。何か上がってきて、もうそこはもう寒いもだらけで、もうここから髪の毛一線ゾワーって全部立って、ほんと。死刑判決、オウム真理教、数が多すぎる信者。何もじゃない話、一人の人間に持ってきてもないんで。テレビ局の人間、そんなに強いんだったら、その人にあっちに移してしまう。スポーツ関係のアナウンサー、お前がかぶっとけよ。もうどこの名前、どこの誰かもう名前忘れてもうたよ。もうこういう喋り方になる、もうだって。はあ、でいつになったら普通にみんな真面目に会えるようになるの。もうこのままだったら絶対無理。僕一人で全員と裁判で戦わなきゃならない形式にもうなってしまってるから、脱出不能。もうこれを国連の国際司法裁判所でちゃんと判決出して、家の横通り過ぎるんじゃなくて、ちゃんと淡井圭介の自宅に来ることって、ちゃんと今までの状況を釈明することって、その当事者の人間たちにね、ちゃんと書類化して、さっき書類化して持ってくる、もそうじゃなかった、もう途中で、まあ、またわけもわからん、言葉とかで喋られたら無理やから、ちゃんと僕のホームページみたいに、どこそこで誰それと会ってとか、こういう話してと、ホームページ淡井圭介の履歴の文章の方、文章、前半とか後半とか、あれ大体わかるでしょ。
以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。何か言い忘れたことがあったら、まだ YouTube にアップロードしようかなと思っています。ますます派手。ね、雲なんかなくなっていくでしょ。大学の教授。あいつら、災害のもと、本当に。嘘ばっかり言うから、テレビに出て。で、間違えた知識をテレビ局のアナウンサーが言うでしょ。テレビ局のアナウンサーはもう大間違いの災害のもとなんですけども、それも言う、もう教えてる、あの、仕組み。気象庁の人間に。そこ参加でしっかりと教えておきなさいよって言ってるのに、ね。天気予報士。髪の毛染めたやつを言うと髪の毛染めた人間がスポーツアナウンサー全員下ろさなか女性もっと下ろさなかもう率でも分かる、女性に変なやつ多いのは分かる。脱ぐやつ、脱いで金稼ぎするやつ、まず下着ぐらいからとか水着ぐらいからとか、そういう写真集もう発行所止めてもうたい。お金の流れ口座を抑えて印刷機、自分たちで印刷する機材が壊れた時にそこ差し押さえて回収したらいいんですよ。それまでそいつらに固定資産税払わせといたらいいんですよ。生産させないで、合理的でしょ。いや、もう喋ってる言葉で統一、心からそう思ってるから、話してる。で、あれこれいろんな方向性、何が起きるかなとかも考えてるから、喋ってる言葉で統一。で、あと原山聖骨院のやつらに、淡井圭介の喋ってる内容をしっかりと応援させこう。認められているから。過去ちゃんとか、行動を間違えてたら叱っていいっていうところ。それなんかでも無理やから。文人様が認められてる。文人様の上で、過去様は国家公務員です。で、あ、そう、最後、工芸品の話と。あと、スポーツ関係とかで寝不足になったうんぬん。だからもう、未来の人を怒らせてるんだと思いますよ、結局。で、コンピューターの稼働の仕方見てたら、もう今の現代軸でコンピューターの設定っていうのはできる限り安全性を高めるものにしなければならないんですが、全員電波攻撃しないで。で、多分未来の方がやっぱりコンピューターは上位種として動いているような気がします。未来からの声の、被災地の人たちへの防災の部分もそうなんですけども、それだけじゃない。それだけ限定されてないから。まあ、どう考えてもそう。まあ、自分の自覚があったら、ここに来て話し合いぐらいできるから、まあ、それぐらいはみんな、しっかりと来てもらわなきゃなんない。過去さも含めて。それで僕の方に呪いが来てる時点で話がおかしい。本当に。自分で自分の責任ぐらい持ちましょう。手詰まりですよ。本当に河川、水門、外式玉発電、地下水トンネル発電。あれがなかったら無理ですよ。高い発電量。それでもまだ理解できません。どれぐらいの発電量が出せそうか。僕の言ってる言葉じゃ、やっぱりそこ、理解できる人とできない人が存在するから、すぐに投げ出す人で、長い動画とか見たくなくなって。だから兵庫県とかの河川をある程度撮影した時点で、あと他に川がどれぐらいの川があってっていう、YouTube 一覧表に記載してる文章ですよ。あんなもん5本また読めるでしょ。で、それで大体わかるから。な、余計な工務が多い。工芸品。いらない。いらん、いらん。工芸品なんかいらない、いらない。もう商人、だから売る人と買う人がいるだけやん。もうそれぐらいがちょうどエネルギーの残る問題的に、もともとそれで話通ってる。いちいちこんなこと請願法の陳情で言わなきゃならないんですか？内閣が決めてるっていうところ、他の法律がありますよ。
佳子様とか自分で自分たちで法律でこの仕事はしたくありませんってしたらいいんですよ。簡単ですよ。職業選択の自由がある、日本国憲法に。だから職業の中でこの職業にこの内容はふさわしくないっていうのは当事者の人間は言える。内閣の人で行事組む人で工芸品売りたがってる人います？それこそ内閣にふさわしくない、必要ない。本当に NE の残存のものに対して勇気ある行動が全然できてないから、そこ結局票につながってる。それもまあ一般人みんなここまで言えないから、車の件に関しても生産量下げろなのなんだろうって、普通の会社にいたら言えない。どうせ辞めさせられる。いや、僕ぐらいなんじゃないですか、言えるの。で、言ってその話が届くような人間。やっと豊田章男さんもこの間謝ったでしょ、不正みたいな形でね。不正、生産台数。そこまではっきりまだ放送してないから男じゃない、根性ない。何があったか、あのサーキット上で走り回ってる、あれ根性があるんじゃない。遊びたかっただけ、会社の金で。自分の金でも同じ。でもと会社給与。安倍晋三さんが2400万まで年収下げてくれたんでしょ。豊田章男さん年収いくらだったんです。株の世界の話分かってますよ、分かってますよ、分かってます。分かってて言ってるんです、はあ、あんな年なんてあんなことしたらあかんわ。もう業務上過失致死で引っ張られたらいいやん。トヨタのカーレースで死亡事故とか発生したら大怪我でも同じ。豊田章男さんが現場にその被害者の人に謝りに行かな。で、それみんなで放送して言ったらええねん、自分から。レースすることが本当に正しいのかどうかって。F1 とかラリーレース。多分答えは違うじゃなくて、明確にこれは答えが違うってはっきり言わないと。NE の残存量問題。自分から。我々が間違えていましたと。お客様から叱られても、そこはもう謝ってくださいと。生産台数減らしましょうって。できなきゃ男じゃないよ。企業金稼いで、あとはドローン。ね、テレビ局がふざけてドローン、ドローン、ドローン、ドローン。フェイク戦争で。で、このどうしようもない世の中を、まとも側の人間で変えるしかない。まとも側の放送してなかったら、その番組もザーザーにしたらいいじゃないですか。簡単だから。で、誰判断？僕判断じゃなかったら無理。他の人間だと甘いから。癒着。住民税上がるもとって言ったらいいんですよ。消費税もそうですけど。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。このまままだ家の横とか通り過ぎる方法を使う人間は協力する気がないということになります。判定的に。結局エネルギーの残存量問題を解決する気がないということになります。僕の家に、まあ自宅に来る、携帯電話やっぱり電話かけてもらうことですね。予定組まなかったら結局無理だと思いますよ。で、僕は河川水門会、石田発電の河川の撮影とか、しに行った時に来たこととかにするんでしょう。卑怯。それはあったわけでもないし、来ただけで解決したわけじゃないから、解決できなかったら意味がない。それでルールは固定。以上です。皆さんご協力をご対応のほどよろしくお願いいたします。もう29にもなって逃げ回らんといて、佳子様。